死にござりまするぞ。奥方様、お気を確かに。もう少しにござりまする。大吾様か。この地獄堂へ入られたということは、神仏を捨てこの鬼神たちにもはやお止めすることはできますまいが、もう一度だけ言うておきましょう。大吾様、御仏の道を外れるは下道、下道にあるは人にあらず。踏み出せばこの先あなた様を待っているのはただ地獄。商人殿、地獄とはこの世のことよ。そなたらが日がない一日拝んでいた御仏の道などどこにもありはせぬ。ではどうあっても、知れたこと。ありがたき、これで救われまする。仰せの通り、今の世は地獄。日々祈りは虚しゅうなり、いずれ我がうちに御仏への疑いが生まれるやもと、その前に死ぬるは何より。大吾様、鬼神に近づいてはなりませぬ。生きながら下道に落ちては。もう落ちておる。十二の鬼神に言う。我が名は大吾景光、加賀の国守護職富樫正親様の配下にしてこの石川領領主である。度重なる飢饉と流行り病によって我が領土も民も死を待つばかりに痩せ衰えた。このままでは生涯の望み、我が名を天下に轟かせることなど夢のまた夢なり。だが神仏にすがろうとは思わぬ。これから申すことも、そなたらへの祈りではない、取引である。もし我が領土を守護し我に天下を握らせるならば、それより他に我が手に入るものをやろう。よいか、何でもだ。そなたたちの好きなものを取るがいい。返答やいかに。いかがした？殿。生まれたのか？それが。なんだ、はっきりいたせ。殿、生まれました。男の子にございます。お方様。四つにか、でかしたぞ、奥。
殿もお待ちを。何事が起こったのか。死んではおりませぬが、手足どころか目も鼻も皮膚もなくなってしまいました。手に入るものをやろう。何でもだ、そなたたちの好きなものを取るがいい。殿、私は儚く愛おしいと思いました。どのような姿であろうとも、間違いなく殿と私の子にございます。かなったぞ。これで我が望みはかなった。殿、鬼神が取引に落ちたのだ。案ずることはない。よくぞ産んでくれた。どうするのです、その子を。どこへ。待って、忘れよ。あれは初めからいなかったのだ。いいえ、いいえ、奥方様、まだ起き上がってはなりませぬ。殿、おじいよ、あの子。奥、あれではどうせ長くは生きられぬ。ならばなおのこと、我が胸で。いい加減にいたせ。赤子はまた生まれよ。いや、産んでもらわなくてはならん。天下の世継ぎとなろうからな。これは。先ほど雷が落ちた時に弾け飛んで、サンバが何かの身代わりではないかと。身代わり。何の因果か知らぬが、これでは生きてる方が地獄だろうって。さあ、あの世で仏様に拾っておもらい。なんだろうかね、こんなことは慣れっこのはずだが。お前、行きたいのか。あとはお前さんの運次第だ。その匂いだ。しでもない。何やら因果な匂いだね。加賀国境にある大吾景光の領地が度重なる飢饉を乗り越え、繁栄の一途をたどり始めたこの日、鳴き声さえ上げられぬ小さな命の塊が人知れず消えていったことを、領民の誰一人知る者はなかった。この頃、戦は常にどこかで起こり、人の命は石ころのように転がっていた。車輪法脈前南四前四人。
もしお前様が近頃仏に失った手足をつけて弔っているというお医者か、樹海とか申される、まことにご奇特な。いや、ただ試作したものを捨てるよりはと思っただけのこと。それでも仏は喜びましょう。文殊阿弥陀仏修人よ、脈打ち打ち脈打ち。さあ、とっくり見てってくれ。どれもこれも都の牧場品だよ。ほら、この着物は貴族のお姫様が着ていた本物の絹。お姉さん、触ってみなって。おっと、この壺はなんと、あのヤマタノオロチの坂亀だ。他じゃ手に入らない掘り出し物ばかり。安くしとくよ。買ってくれたら、この干し魚もおまけでつけちゃう。さあ、早いもん勝ちだ。キュー。見つけたぜ、ドロロ。こいつは俺たちが運んでいたもんだな。どこにそんな証拠があんだよ。やかましい。腹減って死にそうだって言うから荷物番に雇ってやるや。これだ。聞けばあちこちで似たようなことやらかしてるそうじゃねえか。大した玉だぞ。見つけたら懲らしめてくれって頼まれちまって。はこのご時世、子供だからって油断する方が間抜けなんだ。勉強になったら。ああ、だからもう手加減はしねえ。大人と同じ仕置きを受けてもらうぜ。待て、このガキ。お前らみたいな薄野郎に捕まるかよ。すいませんね。ほら、ぼーっとしてないでちゃんとお礼言いな。母ちゃん、今日お祭り？何言ってんの。こないだ終わったばっかだろ。だってあの兄ちゃんお面つけてた。ああ、くそ、どこ行きやがって。あっ、なんだ。あっ、くそ。もう踏んだ。そいつでつら洗って出直してきな。もう勘弁ならねえ。はあ、面白かったけど、あの荷物は残念だったな。上物だったのに。また次の間抜けを狙うか。なんだお前、おっかちゃんとはぐれたのか。腹減ってんのか。しょうがねえな。いや、ダメだ。お前はこれから一人で生きてかなきゃなんねえんだ。甘やかしちゃお前のためになんねえ。人に頼らず自分で取ってくるんだ。ダメダメ、お前のために言ってんだからな。あ、もう逃がさねえぜ、ドロロ。おい、そいつを離せ、離せよ。こいつはお前のか。だったらお前の代わりに痛い目見てもらおうか。やめろ。じゃあおとなしくしな。これで懲りたろ。二度と悪さすんじゃねえぞ。このガキ、当たったねえのか。もういい。おい、さっさとこの町から出て行けよ。いいな。いやだ。オイラは誰の指図も受けねえ。どこにいようとオイラの勝手だ。そんなに死にてえか。望み通りにしてやる。おい、そこのむしろ持ってこい。砂切りしてやる。はいよ。おい、何やってんだ。早くしろ親方。
なんか気味悪いやつが。なんだ？あの顔、人形みてえだ。目ん玉のだよ。どこ見てんだか。確かに気味悪い。おい兄ちゃん、なんか文句あんのか。俺たちがガキいじめてると思ったら大間違いだぜ。いじめられたのはこっちだ。おい、聞こえてんのか。ま、やんのか兄ちゃん。違う、あいつが見てんの多分俺たちじゃねえよ。あの目。俺たち通り越して後ろ。なんだよ、後ろなんか誰もいねえよ。なんでゴミが流れてきただけじゃねえか。なんだ。食われちまった。まあ、あんたのその顔、目も耳も作り物だよな。なんで周りがあかんだ。でもその耳じゃ聞こえないんだろうけどさ。ダメだ、おいら目を閉じたら怖くて一歩も歩けねえ。なのに兄ちゃんは杖もなしに走ったり飛んだり。一体どうなってんだよ。え、なんだよ、どうしたんだよ。怪我したのか。参りました。精がつきますぞ。この多宝丸が調理いたしまする。それは楽しみな。あの日もこんな雨だった。